おはようございます。昨日まるちゃんはですね、2階の私の部屋で、寝てぐす、もう夢の中だったんですけど、娘で、ママを交えて3人のバトルが始まりまして、まるちゃんはなんか僕が悪いことしたのかなというような感じで、起きてですね、誰にも気づかれないようにスタスタスタッと1階に降りていったんですけれども、その後娘と仲直りしてですね、1階に、降りてきた娘を見てですね、喧嘩が終わったなと確認したみたいでですね、またスタスタスタッと2階に上がってきてですね、私の部屋のベッドでですね寝たという、なんとも空気の読めるけなげな犬でしたね。昨日まるちゃんが悪かったんじゃないよね。